どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はご視聴者様にご応募いただいた低コストで組める編成を紹介していきたいと思います。まず一つ目の編成はツイッターネーム井口ゆうきさんにご応募いただいた編成ということになってます。ありがとうございます。こちらの編成はちょっと見かけたことがないので面白いなと思いましたね。旅霊記を主将として花光炎と光月夜を副将とした三星人の編成ですね。で、旅霊記に思想戦譜と虚水断橋で、花光炎に雷血戦と百鬼光栄で、光月夜に清涼的鬼と三星人という編成になってますね。で、三星人で旅霊記の固有戦法の発動率を上げるということなんですけども、こちらアクティブ戦法発動確率 35% そこまで高くないですね。ただ三星人を使うことによってですね、2回に1回ぐらいは発動してくれることになると思います。敵軍単体帯追加で1から2名の敵に平人攻撃を与え、さらに自身のアクティブ戦法の発動確率を 10% 上昇させるということなんですね。ちなみにこれはですね、自身の固有戦法の発動率も上げてくれるということになってますので、二重の効果っていうのが得られるようになるということですね。で、それに合わせてですね、思想戦譜を覚えてるということで、思想戦譜っていうのは固有戦法を発動した時にですね、割合でダメージを与えるというものになってますので、ここら辺がうまく噛み合うと結構ダメージは出るようになるんじゃないかなと思うんですよね。で、さらに旅霊記と花光炎のダブルアタッカーということで、光月夜がその火力というのを底上げしてくれるということですね。で、芝居盾には弱いらしいです。これはですね、騎兵なんですけども、ちょっと残念な部分ですね。ただまあ芝居盾投降兵積んでるケースが多いのでしょうがない部分はあるかなと思うんですけども、ただ実際運用してみてですね、他の編成にはなんか雑に突っ込んでも結構やれるということを書いてくれてますね。で、激戦なんかを出してるような画像もくれてるということでですね、実際運用してみて良かった編成ということになってます。なんで凸が進んでる方っていうのはよかったら試してみてもいいんじゃないかなと思います。継承戦法に関してもですね、そこまで共存性は高くないかなと思いますので、今からでも組めるという人は組めると思います。ご応募ありがとうございました。次の編成はツイッターネームマットさんにご応募いただいた編成ということになってます。ありがとうございます。また旅霊記を使う編成ということになってるんですけども、旅霊記を主将として長戦と彩炎を副将の編成ということですね。高眼球と似てるなって思うところはあるんですけども、継承戦法は大きく変わってるっていうことになってますね。旅霊記に臥薪嘗胆と千軍一掃で、長戦に意気昇天と八門僅差の陣で、彩炎に混迷乱城と幽敵侵入という編成になってますね。幽敵侵入というのは相手の非平人ダメージを増やすという戦法になっているので、旅霊記とのシナジーは高いと思います。で、八門僅差の陣を覚えた旅霊記がですね、千軍一掃を発動することによってですね、準備ターンで付与された封印等を反応して強行付与できる可能性があるということですね。で、臥薪嘗胆に関しても強行付与が可能ということで、制御っていうのをかなりかけられる編成になっていると思います。で、耐久戦法という点ではですね、八門僅差の陣とあと彩炎の固有戦法があります。で、彩炎の固有戦法に関しては回復効果もあるということでですね、制御をかけつつそこそこ耐久力、そこそこ回復力みたいな感じで見込めるんじゃないかなと思うんですよね。で、こちらの編成も実際に使ってみた感覚でですね、まだ対人戦はやってないそうなんですけども、土地を攻略するのはまあまあ良さそうな感じということは書き込んでくださってましたね。で、僕自身もですね、こちらの編成ちょっと面白いなと思うんですけど、臥薪嘗胆がね、入手難度が非常に高いので組めないということにはなってるんですけども、まあその女性の編成っていうことでですね、こだわりも感じられますし、コストも低いということでですね、興味のある方はぜひ組んでみていってもいいんじゃないかと思います。ご応募ありがとうございました。次の編成はツイッターネームカリア修司さんってお読みするんかなにご応募いただいた編成ということになってます。ありがとうございます。劉備を主将として天衣を副将とした二部将編成ということですね。昔入った二人編成の改良版ですということが書いてくれてます。劉備に主事筆こと御敵兵将で、天衣に桐生三軍と後発聖人という編成になってます。改良前は多分劉備のところはカダーだったんかな、で二人編成っていうことだったんですけども、今回劉備にして主事筆子を覚えてます。主事筆子っていうのは相手の首相を挑発状態にするということで、相手の首相が確実に劉備を攻撃してくれると指揮戦法になってるので必ず発動しますしね。で、天衣の固有戦法っていうのは劉備が通常攻撃の対象になった時に、ダメージを入れるというものになってます。なんで爆発力っていうのに期待するのであれば、主事筆子ではなくてなんか挑発を付与するような戦法、全体的にですね
の方がいいかなとは思うんですけども、確実に首相にダメージを入れるっていうことだったら主事筆子の方がいいということが書いてくれてますね。で、魚滝平将というのもですね、味方二部将に、耐久力を付与ということなんですけども、二部将編成なので確実に耐久力アップが見込めるということで、削る部隊としては使えると思いますということを書いてくれております。ご応募ありがとうございました。そして最後の編成はツイッターネーム薬屋の猫さんにご応募いただいて編成ということになってます。ありがとうございます。多分これ猫って書いてますけど、マオって読むのが正しいんでしょうね。で、こちらの編成は長戦を使ってるということで、今回ご応募いただいた方は女性武将を結構使う編成が多いですね。まあコストが低いっていうこともあるので使われやすいっていうところはあるかもしれないですけどね。朝鮮を首相として、核と法政を副将とした編成ということで、で、朝鮮に警告形成と白馬義獣、で、核に混迷乱女と義所義神、で、法政に武法人と上敵不具ということになってます。で、上敵不具というのは、相手の首相を虚弱状態にするっていう効果だったかな。ということでですね、首相がメインアタッカーの相手には刺さると思います。白馬義獣も覚えてるので、先に動ける可能性も高いですね。ただですね、準備ターンがあるということになってるので、先に動いたとしても1ターン目からかけるのはなかなか難しいかなと思いますね。で、もう一つの効果といたしまして、首相に休養効果を付与ということがありますので、朝鮮が守られるというところはあります。で、警告形成を朝鮮に覚えさせてるんですけども、こちらに関しては相手を混乱させつつですね、耐久力を上げるみたいな戦法になってるので、法政の固有戦法や武法人と合わせてですね、部隊の耐久力がしっかり上がっていくということになると思います。で、核でですね、混乱を付与しつつですね、ダメージを与えていくみたいな感じですね。警告形成と義所義神に関してもシナジーは非常に高いんじゃないかと思います。で、こちらの編成はですね、どうも法政のところをカダで実際使ったことがあるということを書いてくれてるんですね。ただカダの場合はコストが上がってしまうので、今回の応募対象にはならなかったので、代わりに法政でっていうことで応募いただいてるみたいなんですけども、まあこれ法政でもいけそうな感じはしますけどね。で、カダの場合はですね、まあまあやってくれたということなので、こちらの編成も結構見込みはあるんじゃないかなと思いますね。面白いですね。で、継承戦法なんかを見ても結構共存させやすいかなと思うんですよね。強力な回復戦法とか耐久力アップの戦法っていうのも積んでないような感じなので、あまり武将、あまり継承戦法で組めるっていう方はですね、もしかしたら狙ってみてもいいかなっていう編成だと思いました。ご応募ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。今回紹介した編成に関しては相当共存性が高い編成ばかりかなと思ったんですよね。なんでこれちょっと僕も気向いたら組んでみようかなって思えるような編成もあるということなんですね。まあ実際問題ですね、シーズン中っていうこともあってですね、気軽に試すっていうわけにはいかないところはあるんですけどね。なんですけども、まあもし機会があったらですね、組んでみた結果みたいなのも皆さんにお伝えできたらなと思います。まあ期待せずにお待ちいただけたらと思います。よろしくお願いします。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。